お、花田、元気か。11月25はサノベイと俺のものになるからよ。今のうちに一緒に寝とけよ。練習頑張るよ。じゃあな。言いたいだけ言わせればいいんじゃない。お前なんて眼中にねえよ。チャンピオンじゃなくなったらもう存在価値がなくなるんで、負けちゃいけない。別に鳴らしないんで。あいつ弱いでしょ。楽勝、マジ楽勝。小山より弱いんじゃない。チャンピオンだから強くないといけないのに負けまくってるから、はい、飛ばしたいから。犬は、ね、キャンキャン鳴かしとけばええんす。調教してやります。いやっ、勝利への執念みたいな。町田選手には負けたかな。乾杯っすね。まだまだっすね。ここで負けても終わりたくないです。ライズ114、11月25日、後楽園ホール。